ということで本日初参加いただきましたアーニーエルスの皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。チームのご紹介をいただけるということで代表者、はい、ではアーニーエルスというチーム名の由来を教えていただけますでしょうか。はい、あ、なるほど。アーニーエルスはですね、はい、過去に偉大な成績を残した、あの、まさかのゴルファーの名前でして、はい、その由来にあやかって、はい、今回のこのチーム名にしました。伝説を残すということで、はい、決めてやろうじゃないかと。ホールインワンを今どうですか。1試合こなしていただきましたが、伝説は残せそうですか。いやー、年ですねもう動かないですね、体が。でもいろんな悪条件を乗り越えると、きっと伝説も近いものになってくるんではないでしょうか。これからの徐々に徐々に、はい、うなぎ登りに、わかりました、登ってくるんじゃないかなと。今日は今日はちょっとウォーミングアップ、わかりました、頑張ります。これからに向けてね、これからに向けて。今日じゃあ皆さん、どのようなメンバーで参加いただいたんでしょうか。地元の仲間たちで。どちらですか、地元は。狭山市。僕、所沢です。所沢近いということで、何か縁があるかもしれない。そうですね、はい、所沢わかりました。じゃあ最後に、ぜひ、じゃあこれは皆さんにお伺いしたいんですが、大会の意気込みをお願いします。今日の大会の意気込み、はい、まあ、今日はですね、そうだな、まあ、美味しいビールが飲めるように、はい、試合でなんとか勝ちたいと思います。わかりました。うまいお酒の当てになるということを今日は祈って応援してますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。突然のインタビューありがとうございました。アーニーエルスの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。